壁川菊男4月27日昭和9年4月12日は日本のジャーナリスト。婦人運動家壁川方の夫、映画カメラマン青井川道夫の父。福岡県菊群小倉町に長崎裁判所国楽裁判所長、青井川雅美、峰の次男として生まれた。父雅美は元、伊予新谷藩の下級武士。米の高等学校、鳥取中学を経て、 東京専門学校英語政治家を卒業。北海道州士官釧路文館出張所に行き、そこで一年間生活をした、明治三十五年、小樽新聞の論説記者になる。北海の地に横行した財閥の土地集奪や、囚人を借り立て、鉄道線路敷設を強行して、多くの投資者を続出させた極悪非道な、監獄部屋妊婦の無後、戦従、アイヌの追い立ての残酷さを主題に、 鋭く、メスを入れ、異性者の猛声を流し、世論喚起を図った。同僚に、宮原光一郎がおり、また、小樽日報に勤務していた、石川拓木とも交流があった、大正13年小樽交渉に始まる、軍事協連制度が発令されると、全国の新聞に反対運動のキャンペーンを開始し、ついには、北海道から追放された。 昭和9年4月12日56歳で亡くなった。ありがとうございます。